こんばんは。乗り越えネットの共同代表であります新須郷です。今日はちょっと早くから始まりました。そして、今日から YouTube でも同時に配信をすることになりました。初めてなのでもう今皆さんにお見せできないぐらいの状況の中でスタートさせていただきまして、今日は長い時間ですけれどもぜひお付き合いいただきたいと思います。今日の、タイトルは基地と沖縄とヘイトです。ちょっとこちらのパワーポイントの方をご覧ください。皆さんはこれを見て何だと思われますか？これはミッドウェイですね。これはアメリカのサンディエゴというところに今も博物館として展示されておりますアメリカの、航空母艦であります。そして、まあ、これは横から見たやつですね。実は私はこのサンディエゴに、そうですね、2005年から6年丸々1年間それから2007年の、まあ、最初の頃まで、こちらの、UCSD の客員研究員としてアメリカで滞在をしました。そしてその時に私がやったことは何かというと米兵それから米軍関係者への、まあ、軍隊の関係者へのインタビュー調査をやりました。もちろん英語はとても私は下手ですから何回も何回も Say again, say again ってもう何回ももう一回言ってもう一回言ってね、Please write down で書いて書いてって言いながら、そのようにして取材をしてきました。でそしてもちろんたくさんの友達もできそして私の知らない、世界も見えてきました。実は私はこれをまだ論文とかそういうものについてまとめておりません。まとめることができなかったんですね。でそれは私の心の中の整理もそうですしこれを自分が日本で生まれたこの在日の私がどの視点で、まあ、切っていったらいいのかなっていうことが未だにできないで、私の心の中にしまってあるものでもあります。そしてその中で今日は少し印象に残ったものをいくつかご紹介しましょう。一つはですねアメリカ の, あの UCSD の学者さんたちと話をしてたときに日本はアメリカがひどいことをすればするほどアメリカを尊敬する国だっていうふうに言ったんですね。でつまりどんなにひどいことをしても、ね、殴ったりとか何をしててもですね決して逆らうことがなくアメリカについてくるという、ね、でそしてひどいことをされればされるほど、ね、うわーすごいっていうふうに尊敬するんだっていうふうに言ったんですね。で私は彼は何を言ってるのかと思ったんですね。彼は何を言ってるのかと思いました。そして次に印象的なのは私が米兵における沖縄でのさまざまな女性に対する殺人、強姦、それから、まあ、集団レイプですね。そういったものに対してどうしてそういうことをするのっていうふうに私は聞きました。そしたらねとっても簡単だよっていうのね。それはね何をしても裁かれないっていうことを僕たちは知ってるからって言ったのね。そうですね何をしても裁かれませんでした。そして次に言ったことはアメリカでできないことをしたいんだよ。アメリカの国内ではできないこと、それが一歩外に出て、そして帝国アメリカを支えるその世界各国の基地では同じように植民地としての基地があります。そこではアメリカ国内でできないことをやりたい、できるんだ、そして裁かれないんだということを多くの兵士が知っていました。そしてもう一つ、これはねアメリカは守ってくれると思った。これ意味わからないでしょ。実は米軍というのは多国籍軍です。米国を一度も訪れたことのない人たちが毎年本当にたくさんの人たちが、まあ兵隊になっていくわけですね。でその中に日本生まれの在日の私の同世代の人たちも米軍の兵士になっていました。マイノリティで兵士になっていく人たちも何人もいました。その時に私がどうして米軍に行ったのって聞きました。そしたらね彼は何て言ったのかと言ったらだって日本では自衛隊にさえ入れないでしょって言ったんですね。でそれはまあ国籍がまあ日本の国籍ではないということによってもちろん公務員の地方自治体の職員にはなれますけれども日本生まれの3世4世たちの就職というのは非常にも限られた世界にあるわけですね。でその中で彼が配属された、まあ、アジアの国で
一旦アメリカがそこから引き上げるときに、引き上げる計画の中の名簿の中に彼の名前も入っていたっていうんですね。そうそうですよね、米軍の兵士ですから。でもね、そのリストの名前を、自分の名前を見たときに、アメリカは守ってくれるっていうふうに思ったっていうのね。でこれは悲しいことですけれども、アジアの多くの人たちが思っていることです。日本に米軍がいるから、アメリカがいるから、アメリカが首根っこを押さえているから、日本が暴走しなくて安心なんだというふうに思い込まされている人たちはとても多いです。そしてもう一つ、これは私が言っていた年がちょうど2005年6年7年になります。この時にはもうすでにイラク戦争は2003年からね、イラクへの侵攻が行われていたので、アメリカの中の非常に要するにこうアーリア系ではない、ホワイトではない人たち、移民の人たちの家でたくさんその星条旗が掲げられていて、そして多くの人たちがまあイラクにも行ったわけですね。でこの時にベアテ・シロタ・ゴードンさん、もうこれはね、私たちの世界で知らない人はいません。憲法を作ったそのメンバーの中の一人であり、そして、女性の平等をね唱えた人でもあります。でよくベアテさんからの贈り物とかって言ってですね、なんかみんなものすごくこう日本では持ち上げられています。その彼女がそのアメリカの講演、アメリカの国内での講演会の時にこう言いました。アメリカのイラク侵攻に関して、イラクへの殺戮に関してですね、日本を見てください、日本を見てくれたらアメリカが決してイラクを侵略しようとしないということがわかるでしょうって言ったんですね。この2003年から行われたイラクへの侵攻、イラクへの殺戮ですね、これは大量破壊兵器があるといったデマを作り、そしてそこのところにもう捨てることとかどうしようかと思っていた核のゴミである劣化ウラン弾を捨てるゴミ場所としてですね、もうバン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 そこに落としていって、そしてまあ正義の戦いといったのが、これが2003年のアメリカのイラク戦争です。それをベアテ・シロタ・ゴートンさんは日本を見てくださいと言いました。では彼女が言ってる日本っていうのは何なのか、彼女は日本の一体どこを見ているのか。彼女は決して沖縄を見てるわけではありません。私たちはいつも見て見ないふりをしてき、そして何回も何回も何回も沖縄に、そして沖縄の人たちに声を上げさせ、上げても上げても上げても無視をし、それでも無視をできないときには叩いて排除してきました。それを本土はなぜし続けるのか。これは私が言っていた UC サンディエゴのところで、学生たちがイラク戦争で死んだ米兵一人一人の命に対して十字架をまあ置いといたんですね。でここのところで次の日に立ってた看板がありました。その看板は、この中にはイラクの人たち、殺されたイラクの人たちの数はどこにあるのっていうふうに書いてあったんですね。そうですね、多くの人が殺されました。そしてベアテさんは24条を作ったと言いながら、結果的にはアメリカの権力の傘の下で、そしてアメリカの国が望むことを言い続けてきました。私は日本国憲法そのものも怪しいと思っています。一体どこが本当に平和であり、本当に私たちは戦争してこなかったのかと言ったら、それは嘘です。私たちはずっと戦争してきました。戦争して人殺しをし、そして金儲けをしてきました。その中に今の日本があります。そして踏み台にされたのは沖縄です。私たちの知らない沖縄、私の知らない沖縄、私もアメリカで会いました。私がサンディエゴからずっと上に上がってオークランドの方に行く間に、それぞれの小さな団体を回ってきました。アルコール依存症の人たちをサポートしている団体の中で、あれって思ったのは、同世代の日本で暮らしていた
沖縄で暮らしていた人たちがいたからですね。でその人たちはアメラジアンと言われています。アメラジアンというのはアメリカの米軍と米兵とそれからアジアの女性の間に生まれた子どもたちのことを言います。ですから基地のあるところにはとてもたくさんいます。その人たち、つまり沖縄の女性とそれから米兵の間にできた子ども、この子どもが何らかの形で両国にとって良くないなということがあり、そして日米合同で合作で養子縁組が組まれました。肌の色の黒い子は肌の色の黒い家庭に、肌の色が茶褐色の子は肌の色の茶褐色の家庭に、肌の色の白い子は肌の色の白い家庭に、アメリカに養子縁組をされていったわけです。その子たちがアメリカの中でアイデンティティクライシス、私は何なのかといった形で、まあいろんな意味でしんどい生き方を強いられています。そしてアメラジアンという言葉をここの本土の人たちはほとんど知りません。そしてアメラジアンの子たち、写真を見せてもらいました。お母さんの写真、お母さんね、真っ白なねファンデーションつけてるんです。なぜって、自分がこんなにいじめられると思っていなかった、親もこんなにいじめられると思ってなかったんです。だから肌が少しでも白く見えるようにというので、もうなんかお面のようになファンデーションつけてるんですね。その母親の写真を見ました。そして他のこのアメラジアンの子のがまた2世3世となっていった時に、自分がしんどい思いをした、しんどい思いをするということは学ぶところからも外されるということです。そしてまた生まれてきた子どもの肌の色が違かった。小さい時にお母さんはずっと何回も何回もたわしでその子どもを、赤ちゃんをこすったそうです。そういうふうにすれば色が取れると思ったのかもしれません。私がアメリカで出会った基地、それから沖縄、それは私自身の中ではまだ消化できてないものがとてもたくさんあります。そして私はまだそれを一行も文字として出していません。そして今日はそんな思いを込めて4時間乗り越えで枠を取らせていただきました。一番最初にご紹介させていただきたいのは判を解いてというこの、映画です。ドキュメンタリー映画です。でこの判を解いては2010年に、作られたものです。これは約90分あります。まずはこれをご覧いただきたいと思います。その後今日は私の大好きな大好きな大好きな先輩であります、沖縄の知花正一さんに、今日はお越しいただいております。知花さんは乗り越えネットの共同代表でもあられます。そして知花さんと一緒に今の沖縄、少し前の沖縄、もうちょっと前の沖縄、遡ってなぜなんだろう、どうしたんだろう、本当に何回も何回も何回も知花さんはお話をしてきたと思います。私が56歳になりますが、私が街を歩いていると必ず日本語上手ですねと言われるのと同じように、何回も何回も何回も同じ説明をし続けてきました。それは沖縄にとってはとても苦しい作業であり、とてもしんどいことです。それを今日は私は知花さんに知ります、やってもらいます、語っていただきます。一つ一つぜひその声に耳を傾けてください。そして終わりましたらもう一本ドキュメンタリーをご用意いたしております。では時間がね短くなってしまうといけませんので、ここで判を解いて浄土を生きる、これをご覧いただきたいと思います。それではまた後で。改めましてこんばんは、乗り越えネット共同代表の新須賀と申します。もうすでに最初の7時の頃からこちらの方を、ね、番組をご覧いただいた方々は、かれこれ2時間目に入りましたね。今は、判を解いて浄土を生きるという、ドキュメンタリーを皆さんに約90分間ご覧いただきました。そして今日のゲストは改めてご紹介させていただきます。知花正一さんです。こんにちは。こんにちは。乗り越えネットの兼任もなってます。沖縄の反戦地主で、
今は総領になってます。知花正一です、うん。よろしくお願いします。知花さん、個人的なことを一つ伺っていいですか？何ですか？なんであの浄土真宗の僧侶になろうと思われたんですか？いや、親鸞の本来の、うん、あの宗教というのは、うん、戦う宗教ですよ。そうですね。うん、反権力ですよ。で平和を求める宗教ですよ。本来は。でそれがこの去った大戦ではね、みんなあの天皇に首しかれて、戦争に動員されるような役目を負ってしまったんだけど、それを改めて、見直してですね、やっぱりこう僧侶もそこにあの足を置いてですね、そこの人たちと住んでる人たちと一緒に歩いていくということでの、僕はあのハンセン病の支援の中で、浄土真宗と向き合うことができたんですよね、うん、そういった意味ではあの差別そして、この平和ということに対して非常にあの重く受け止めているので、それを頑張ろうとした親鸞さんを勉強したいと思っているわけですよ、うんうん、あの確かあの京都の、浄土真宗の多分東本願寺派だと思うんですけれども、 そうですね、そこには、あの原発をに反対って明確にこう垂れ幕も出てますよね、そうですね、うん、一番、まあ、今の日本の仏教界の中では社会的な関係の中で、物言ってる、宗派でもあるんじゃないかと自分は思ってるんですけどね、うん、そんな今日はなんか戦う知花さんにいろいろお伺いしたいと思いますが、まず最初にちょっとあの皆さんに、今日今入ってきた18時に入ってきたウェブニュースをご紹介しましょうね、小渕優子さん、あの経済産業省の小渕大臣が、うん、あの辞められて後任に宮沢洋一参議院議員がなり、それから法務大臣だった松島さんも辞めて後任に上川陽子元少子化担当大臣が内定したという形で出ましたね。この今の内閣なんか女性の活用と言いながらね、あの女性の活用って言葉も嫌ですよね。活躍じゃなくてですね、活用ですよね。利用してるような感じがしてね。利用してますよ。でもなんか男の人に媚びたらなんか甘い汁でも吸えるのかなとかってしょもんですけどね。で、すいません、乗り越えネットでは今あのニコニコ動画だけではなく、ニコ動だけではなく今日から実は YouTube でも配信を始めました、乗り越えネット .org にあのこちらあのホームページ にの方をクリックしていただければそのまま、YouTube であの動画が見られるようになってますので、今日はあのデビューなんです。はい、もう乗り越えネットも相当こう、はい、力つけてきたね。はい、もう力つきますよこんだけ嵐もきつければ。で、今日は、4時間かけて皆さんと一緒にいろんな形で、基地と沖縄とヘイトについて語っていきたいと思います。それであのなぜあの沖縄とヘイトなのかということであんまりこうピンとこない方もたくさんいらっしゃるんですね。それでちょっと皆さんに、簡単に、ご説明させていただきたいと思います。オスプレイ反対の東京の集会がありました。で去年の1月の27日です。でこの時の集会、東京でやった集会には約4000人の人たちが集まったんですね。でそしてこの時に壇上にいた方々というのは沖縄の全市町村の、ね、首長さんとそれから議員でした。でそれは、沖縄というのは沖縄大衆党と、まあ、あの政治党派ですか、党派、うんはい、大衆党、それからその、無所属もあるし公明、はい、自民、はい、共産、民主、はい、社民、うん、社民まだありますから、ね、ありますよありますよ、一番沖縄で一番大きいのとかですね、あの、まあ、あのとりあえず全ての党派の人たちが出てきて、そしてあのオスプレイに反対だっていうね、はい、あのそして、憲白書を、ねうん、出しに行きました。でその憲白書を出しに行ったそこの通りのところでですね、実はヘイトに会うわけですね、うん、でこのヘイトというとあの何を言ってたのか、で彼らに投げかけられた言葉、基地を反対だと言われた人たち、言った人たちに対して投げかけた言葉というのがゴキブリ、ドブネズミ、
ね、売国奴、反日、反日非国民、なんか反日非国民っていうともう千村さん、私たちみんななんかいつも言われてるような感じがしますけれども、その、あの動画をですね、あのちょっとあの撮影した方に、お願いしてですね持ってきました。で少しこれをあのご覧いただきたいと思います。動画でこれはその時の動画です。ちょっと1分ほどですからご覧ください。あ、違うな、ちょっと待ってくださいね。はい、よろしいですか。こちらから流しますね。はい、では、これは銀座です。右側、向かって右側が、こちら側が、デモの人たち、そしてこちら側がそのヘイトの人たちだったんですね。出て行け売国奴、売国奴だ、出て行け売国奴っていう形でこれを浴びせられたわけですね。そしてね、あのとても象徴的なのが沖縄とかのね、あの反基地のデモの時には必ずと言っていいほどね、偽物の中国国旗を持った人たちが来てですね、ここのデモは中国人になんか支持されてますみたいな形を取って映像として流すんですね。なんとなんか陳腐なことをやるんだ。ここですね、ここなんかそうですね、ううつまり支持してますよみたいな形を取りながら、それは全くあの違うんですけれども、わざとこういうのを取ってこの中国から金をもらってるとかですね、北朝鮮のから金をもらってるとかですね、反日ということを言うんですね。でそれで千葉田さんはあの東京、あのヘイトはあの今まで相当ありましたよね。もうヘイトというか、まあ、あの殺される覚悟を持ってやっぱりあの戦って生きてきた人ですから、ヘイトというよりもね、テレビではね、もうどんどんこう集会に出るときがその文句が会場から出たりもしたし、あるいはテレビで、あ、電話ではね、もう、もう朝から晩までずっと電話で、攻撃されてましたね。大体やる内容はですね、売国奴、非国民、非国民、この大体この2つですね。そうですね、日本から出ていけと。そうですね。でこの1年 の、 あの命だ、首を洗って待っておけとかね1年の命だ首を洗って待っておけ、ね、そうそう、そういう、でみんなね、あの、名前言わない、名前を言わない、言わない、そうですね、私たちのところにもね、かかってくるのは名前は言いませんよね、それでね、あの電話でやるときには、あの電話があったときの、おいし、あの、ちょっと喋ってくれと、録音するからと、いうことを言うとね、みんな切る、もうちゃんとね、名前も主張するんだったら名前も言ってさ、ちゃんと物を言えばいいのに、そういうことしないんですね、本当、卑怯なやり方ですよ、そうね、でそれであるからこそできるんでしょうね。ああ、まあな、そうだろう ね、でもそれはやられた側にしてみればまたそれは、ね、向こうにとっては1回かもしれないけど、こちらにとってみたらね、それが全部重なったらものすごい数になりますよね。もうまともな感性じゃないから、いちいち相手するのもね厄介だから、もうほとんど電話これ切るんですけどね、でもやっぱりあの僕は僕で火の物燃やしてさ、それに対する対応を考えてるから、いいけど家族なんかやるとさ、それはもうあの大変なあれですよ、負担ですよ、でもなぜその、あの日の丸を燃やしたのか、そしてなぜあのヘイトデモの時にね、自民党のその首長さんが日の丸はそういうふうに使うんじゃないんだって言ったんですね。つまり本土に復帰する時にもう手作りの日の丸を持って、みんな必死になって憲法の中に入っていこうとしたわけじゃないですか。でその沖縄のちょっと位置関係をもう一回ここで おさらいをさせていただきたいと思います、こちらの位置関係、今ここ沖縄がここになります ね、そしてすぐ近くに 台湾があり、東京というのは沖縄から行くと1500キロ以上離れていますね。でこのアジアの中心部にあって、そして日本の国土の 0.6% にもかかわらず、
米軍の基地が74%から75%あるわけですね。沖縄の本島の、ね、うん、約 20% がアメリカの基地に取られてる、うんうん、しかもいいところがね、そう、もう平坦ないいところが取られてる、うん、全部。そうですね。で今ここに出ておりますのが沖縄の主な米軍基地ですね。で、右の方に見えますのがこれが普天間飛行場、あの、ね、これ基地です。基地の周りにポツ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 ありますのは、これは民家です。民家です。つまり絶対にアメリカの国内ではありえない、うん、ありえない基地の作り方ですね。でこの、色がついてるところはまた公共地なんですよ。学校だとかほとんど学校ですね。もうこういうところにね、基地はもうアメリカなんか一切作ってないですよ、うん、だってありえないもの、うん、あのものすごいあのたくさんのこう距離があって、基地に行くまでには車で 何分も行かないといけないようなぐらい空間があった。私がアメリカに行った時は、ね、本当滑走路のね、うん、ここに 2000m ぐらいの緩衝地帯が必要なんですよ。そうですね。これもやってないんですよね、うん、ここに学校があるんですよ、うん、ここにですね、はい、普天間第二小学校、うん、もうその上ボンボン飛んで、で世界で一番危険な基地だと言われてるんですよ、うん、でそこのところにオスプレイをまた配備しようと。そうです。で今までもあの爆音もそうだし、でそれから上からいろんなものが落ちてきたり、で、うん、落ちてくるっていうとなんかみんな小物だと思ってるけれども、あのそのまま家が潰れたりとか、で それから子供が丸焦げになったりとか、振動やさまざまな被害の中にあって、でそしてなおかつまだここでオスプレイを持ってきて、でもちょっと前まで県外移設とかって言われてましたよね。そうでしたね、うん、民主党の時代にはね、もう沖縄めいっぱい基地を持ってるから、はい、県外に移設しましょうと、うん、ここがあの世界で一番危険なものだから、飛行場だから移設しましょうという約束まで、うん、鳩山さんはやったんですよ。ところがひっくり返って辺野古だってことになってるんだけどね。で辺野古に関しては先ほど言ったように、うん、41市町村の全市町村の、うん、青組長と議会がですね反対してるんですよ、はい、それを今回強制しようということで、もう憲白書を持って首相官邸まで来たわけです、はい、先ほどの図ですね、うん、でそれがこの記事をご覧ください、うん、沖縄タイムスで、あ先ほどあのご紹介しましたけども、でその憲白書を持ってった時に、うん、その時にあの取材をしていた沖縄タイムスの、安倍さんと今スカイプで捕まってましたら、いやすいません、なんかつな、がっていますので、安倍さん、安倍さんいらっしゃるかな。安倍さんこんばんは。つながってない。あ安倍さん、あすいません、ああこちらだこちらだ、すいません、見えますか安倍さん。あお久しぶりでございます。すいません、安倍さん、ちょっとあのよいしょ、今こちらでガシャガシャやっておりますので少々お待ちください。あの去年のその1月の時のに、安倍さんは、どちらにいらしたんですか。全部同行してた。どんな感じだったんでしょうか。というのはあのこのデモの時ですか。はい、デモ あの先ほど映像も流れてましたけど、はい、そのヘイトの状況は私もあの見て聞いていましたね、うんうん、であのその時にその沖縄の人たちはどんな思いで。はい、あの、このメンバー先ほどあの紹介もありましたけど、あらゆる党派の方が、はい、あの首長さんいらっしゃるわけですけれども、はい、あの基本的には自民党の方が多いわけですよね。ええ、その、基地を支えてきた側というか、はい、それでも、まあ、我慢が限界だったということで、はい、あのこの行動に至ったわけですけれども、ええ、あのこういう保守の人たちというのは本当にこういうことにあの免疫もないので、はい、本当にあの怒っていましたしびっくりしていましたし、びっくりしてた、びっくりしてましたね。なんではあの私たちがこんなことを言われなければいけないのかということをですね、うん、はい、もうずっと言ってましたね。それはそれはあの今までもっと本土とは自分たちは理解し合ってるというふうに感じていたということなんでしょうか。あの基本的にはその保守の方々は基地を支えてきた側ですよね。そうですね。
ですから、まあ、論理的に言ってもこのヘイトの方々も本来その米軍基地が大事だと思うんであれば、うん、この方々にまず感謝すべきじゃないかと私はその時思ったんですけれども、うん、でそれが我慢の限界に来て声を上げたら途端にその罵詈雑言を、はい、浴びせられるというのは本当に、うん、ショックだったと思います。あ、で今沖縄はどんな状況ですか？はい、辺野古でもご存知の通り名護市の辺野古でも、はい、新基地の建設が始まっていまして、はい、そこで抗議行動が大規模にあります、はい、どんな感じでしょう？どんな感じでしょう？この現場になっているキャンプシュワブという基地 の、はい、ゲート前に毎日市民が座り込んでいますし、うん、海の上で作業があると市民がまた船を出したりカヌーを漕いで海に出たりして阻止行動をしてますね。あ、もう体を張ってやっているという感じ。はい、海上保安庁の職員に、うん、海に顔をこう沈められたりとかですね、ええ、暴行を受けたりしながら抗議行動を続けてますね。でも沖縄の戦いは長いですよね。ええ、長いですね。だけどもそれに関して例えばニュースで見るというのが東京の方 の、 メディアから見るとほとんどない。そうですね、うん、それはどう思われますか？そうですね、いろいろもう例を挙げたらキリがないんですが、うん、この東京行動の時もやっぱり扱いは相当小さかったですよね。そうですね、うん、沖縄では、歴史的なことだということで私を含め記者もたくさん行きましたし、うん、東京で沖縄タイムズの号外を配るようなことも銀座で配るようなこともやったんですが、はい、まあ、新聞によって扱いの差はありますけども、うん、もう本当に字だけちょこっと載せたところもありますし、うん、これも保守系の首長さんですけどその日ちょうど高見盛りが引退を表明していてですね、はい、その高見盛りの引退のニュースがドーンと一面に載っていて、自分たちはもう中の方の面でちっちゃく字だけ出てるっていうのにもう本当に落胆していて、うん、というやっぱり差は温度差はねとても感じましたね。沖縄 の人たちの感じる温度差というのはイコールそれはやっぱり差別ということのそのなんて言うんでしょう、差別の力の大きさというふうに考えてもいいのかな。そうですね、うん、結局どれだけ訴えても理を尽くして訴えても無視されるというのはもう差別だという、今回というかその同居行動で持っていった憲白書というのも、はい、キーワードはやっぱり差別なんですよね、はい、このオスプレイをそれでも押し付けるというのは差別以外の何者でもないというふうに書いてありまして、うんうん、それにその保守系を含めた前首長と議長が署名してるっていうことの意味をね考えてほしいなと思っています。前首長が署名をしてるにもかかわらず実際にはその、まあ、ちょっと言葉が悪いんですけど門前払いのような状況でしたよね。そうですね、うん、まあ、首相がちょっとだけあったんですよね、安倍首相が、うんうん、少しだけ顔は出してましたけども、まあ、ただそれも儀礼的にあっただけでそれが何かそれでは、政策につながるかというところそういうことは全くないわけですね、うん、で今沖縄タイムスとそれから琉球新報というのは中央のメディアもしくはその、まあ、霞が関からしてもですねこの2つは目の上のタンコブのような状況というふうに、まあまあ、本人の目の前にして言っちゃうのもなんなんですけれども、うん、あそこの日誌をなんとかしなくちゃみたいなこんな感じの言葉が最近こう耳にするんですが今私どものが見えている画面のところには、対沖縄、ね、牙を向く国って、ね、辺野古ルポで、出入り禁止と、まあ新聞と権力で制裁という形でこの、連載が始まっていたんですけども、これはどういうことだったんですか？はい、先にそのルポの話をするとですね、はい、これは10年前に同じく辺野古でその会場の作業があった時に、はい、私がその櫓の上に工事の現場の櫓の上に一晩乗ってそこでその、こうやり取りをというか激突しているのをこうルポしたものがあったんですが、でその時もそれが、まあ、気に入らないということで防衛施設局なり東京の防衛施設長という当時の役所がですね、はい、別の同僚の記者を出入り禁止にしてこう取材ができないようにするということが、あったんですが、うん、それがたまたま第1回に出てる
あの事例なんですけれども、はい、あのこの連載を始めた直接のきっかけは、あの琉球新報、そのライバル誌ではあるんですが、はい、琉球新報が、陸上自衛隊が石垣島に配備されるにあたって、候補地はここですということを、書いたんですね、はい、でそれに対して防衛省が猛抗議をしまして、あの、通常その役所が、新聞社に、行ってくるということは、まあ、まあまああるんですけれども、役所が新聞社に抗議をする、はい、それ自体はまああることで、ああそうですか、あの私もこのルポを書いたときは、あの猛烈に抗議を受けましたけど、ああそうですか、はい、そういうのがあるんだな、それで、今回は琉球新報が抗議を受けた、琉球新報を受けたのと加えて、あの新聞協会という団体、あの業界団体がありますけれども、はい、そちらにもあの内容証明で、この記事はおかしいので、あの善処しなさいということで、事務次官の名前で、抗議文が来てるんですね。あのそんなことって、事務次官の名前で、しかもそのあの他団体というか、まあ、なんでしょう、労働組合にもあまりならないような、そんななんか新聞協会って言ってもね、そんなにこう一つになってるってわけでもないので、そこに出したって何の意味もないですよね。あの本来何の意味もないんですが、そのやっぱりあの見てるとですね、あの業界団体を通じて、あの新聞も統制したいというか、あのそういったその意図を感じましたね。あの民放はご存知の通り、民放というか放送局はご存知の通り、テレビ、あの電波を使っているので、許認可ですからね、はい、そうですよね。新聞にはそういうものがないので、あの業界団体を通じてこう彼らのグリップしたいというかですね、あのそういった意図をすごく感じましたね。琉球新報と沖縄タイムスは持ちますかね、この攻撃に対してです、はい、もっとあの激しくなると思うんですけどね、まあ、あの今までもずっと続いてきているので、あの読者が支えてくれている限り大丈夫だと思います。民意が支えてるんだよ、じゃあ、うん、沖縄琉球新報、沖縄タイムスは、うん、民意が支えている新聞、そうですよ、そうです ね、大きな声じゃ言えませんけど、あの読売とか産経とかね、なんか日付以外信じちゃいけないなって感じがするんですが、まあそれはちょっとこっちに置いといて、そうすると今その、まあ、ものすごくいろんな形で圧力がかかっている、でそれはメディアに対してもかかっている、うん、でそれはなぜだと思いますか、うん、あの沖縄の日誌のことしか知らないので、沖縄の日誌のことで言うと、その、安倍政権が誕生して、この普天間移設というか辺野古の新基地建設を、うん、あの是が非でも進めるというその姿勢の強さと、その圧力の強さというのは比例していますね、明らかに。どうしてそんなに基地建設を、どうしてそんなに辺野古でやりたいというふうに言ってるんでしょうか。それは本当にですね、あのずっと疑問で、現場で汗かきながら、なんでこんなことしなきゃいけないんだろうという、それはね、市民の方々もそうですし、あのそもそもその新基地が軍事的にいるのかということも全然検証されないままに、アメリカに、はい、あのやれと言われてやっているということのね、不毛さというか常に感じてますね、うん、沖縄の、あの多くの人たちは本土のことをどう思っているでしょうかね。そうですね、本当に言っても言っても聞いてくれなくて、うん、その先ほども言ったんですけど、保守系の人まで、あの差別だと言わざるを得ないということをですね、うん、あの受け止めてほしいなと思いますね、はい、あの申し遅れたんですけど、私あの東京の出身で、もともと沖縄の人ではないので、はい、私もその沖縄のことを知らなかったものの一人として今日はあのお話しさせていただいてるんですが、はい、ただやっぱりあのその一件 の, あの今基地を受け入れている中山さんにしてもですね、はい、あの4年前の選挙前には差別に近いというようなことをおっしゃっていたんですね、はい、でそれはやっぱりあの中山さん個人というよりは県民が言わせているというところもありますし、うん、そう言わないと県民が収まらないということを感じるからこそ、保守の政治家がそういうふうに言うわけですけれども、うん、要するに保守の政治家ですらそういうことを言わなきゃいけないほどの形になっているということですね。はい、その通りです。それくらいこう、はい、みんなの怒りがこう大きくなっているし、これは見過ごすことができないという状況ですね。はい、その通りです。ちなみにあのもう間もなく選挙がありますね、知事選、はい、はい、あの知事選で本土は何を問われているでしょうかね。そうですね、沖縄はもう何度も問われてますからね、うん、あのこう基地をどうするのかということで何度も問われていて、市民投票、名護でも市民投票というのがありましたし、はい、その後の選挙でも何度も問われて答えは出してきているので、うん、今回の選挙がどうなるかは分かりませんけれども、はい、
問われるのは本当は沖縄ではなくて本土の方ですね。うん、今は中山さんがその基地を受け入れたということで沖縄が受け入れてるんだからいいじゃないかということで言えるかもしれませんが、はい、選挙の結果仮にですねその、基地を受け入れないという知事が誕生したときに、本土の側はまだそれを無視し続けるのか、オスプレイが自分の県とか自分の隣の飛行場に飛んでくるまで、分からないのか無視し続けるのかということが問われると思います。はい、ありがとうございました。何か乗り越え の今視聴してくださっている方々に一言コメントなんかありましたらいただけますか。そうですね、沖縄でもこういうヘイトの状況というのは徐々に徐々にこう見えてくるようになっていまして、自分も関心を持って取材をしていきたいんですが、いろいろとまた勉強させていただきたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。沖縄タイムスの阿部さんに、出ていただきました。で、知花さん、私思うんだけども、はいはい、選挙でね、いくらその基地が嫌だっていう人が、まあ、例えば当選したとしても、うん、ものすごくご了承 してきたんじゃないですか今まで、はいはいはい、今回はどうでしょうかね。今回はね、もう僕は今回の知事選は新基地をめぐるね、県民投票だと思ってるんですよ。県民投票、うんうん、それで基地反対だという方が、うん、まあ、当選するということはだったら、これはね、日本 その民主政治、政府を含めて、ええ、それが無視することはもうできないと、うん、もうそこまでやるんだったら、うん、もう独立 だぜというような、うん、こういうことがどんどん大きくなる、うん、かつてあのメドルマさんがとても私はなんか興味深い言葉をメドルマ俊さんだったかな、ちょっと今記憶が定かでないんですけれども、沖縄の戦いはいつも、非合法であったと、つまり非合法であったってちょっと変な言い方ですけども、沖縄の戦いはいつもその例えばゲート前でこうやって座り込みをするとか、はいはいはい、本来だったらその、まあ、道交法違反かなんかになるのかもしれないけども、はいはいはい、でその中で捕まるでもいいぞという思いでそのみんなやってきたと、はい、でしかも今から70歳以上はみんな捕まりましょうとかってあるんですよ。それはどういうことですか、ちょっと教えてください。もう年金組だしですね、捕まったってね何も心配ない収入は入るし、そしてこう65歳以上が捕まえるとですね、体はガタガタだけど、はい、口だけは達者だからそれで健康のためにもいいんだと、タバコも吸わない、酒も飲めない、で規則正しい生活ができると、できるから、だから健康になるから必ず捕まられと、うん、こう言ってるわけですよでもう実際にはそれで、具体的に現場に出て戦っているわけですよね。そうですね、僕も風の日もカヌー隊なんですよ、うん、僕もでカヌー隊でやると、うん、V をこう乗り越えていくと、海上保安庁の職員がですね、飛び込んで排除するわけです、拘束するわけですよ、うん、で警督法でやるぞとこう脅しをかけるわけですよ、うん、でそれでももうやるんだとやってみろと、うん、いうことでやっていてですね、もう60名ぐらい拘束されてるんだけど、まだ一人も逮捕されてない、はい、逮捕できない。でも逮捕したらもう終わるでしょ。いや、まあ逮捕したらもっと大きなね、反響が出てきて、うん、沖縄の民衆がねもっともっとこう集まる、うんうん、だそれを恐れてるから逮捕できないんじゃないかと思ってるよ。でも、うん、そこまで基地を、ね、うん、要するに平和な国だという言っておきながら、ね、うん、基地を温存してきて、そして沖縄にだけ基地を押し付けてきたわけですよね。そうだな、ね、でそしてちょっと、うん、悲しいかな。もう民意というものが、うん、今まで私はその沖縄の中には反映されてこなかったんじゃないかって気がするんですね、うん、で沖縄の人が誰でも知っていて、そして本土の人が知らないことっていっぱいありますよね。ありますよ、それは、うん、例えばね、うん、米軍基地の、まあ、存在は大体分かってるはずだけど、うん、その地位協定というのはどういうものかというのは分かってないわけ。ああ、そうですね、うん、地位協定ですね。で地位協定というのは安保条約の中で、はい、取り決めされたもので、そして安保条約で沖縄に、まあ、米軍がいることになるわけですよ、はい、で米軍を守るために作られた協定なんですよ。だから
どんな悪いことをしても、うん、日本の警察が沖縄の警察が逮捕できないわけ。そうですね、まあ、ひでえ話ですよもう本当、うん、だから例えばあの、非常にあの過酷な集団レイプがあったりとか、うん、それから、まああのまあ、殺されてしまうような事故とか事件とかあったとしてみても、うんはいはいはい、ほとんど不起訴だったりとか、うん、あの大変こう小さな罰で済まされる、うん、だからあの先ほどこ の, あの番組の始まる一番最初の時に私がアメリカに行った時に米兵インタビューをしたらでその時に彼らはこう言ったんですね。いや僕たちはアメリカでできないことしたいんだと、うん、でなおかつその自分たちはその何をしても、ね、逮捕されないって知ってるよって言ったんですね、まあ、でしょうね。それが地位協定ですね。そうだから僕らは、うん、1996年にね、うん、あ5年に少女の暴行事件があって、うんうん、そうですねちょっと、うん、あのそのそれを見てみましょうか。そうですね、ちょっとですね、うん、これですね。そうそうそう、はい、1995年ですね、あ小学生でしたよね。12歳の 少女でしたね、3名のアメリカ兵から拉致されてですね、レイプされてしまうって悲しい事件が起こったんですよ、うん、もう本当悲しかった。でしかも彼女は自分で、うんまあ、当時11歳だったけれども、うんうんうん、いやこれは泣き寝入りしないって言ったんですよね、うんうん、そうですね、うん、で10万人も集まった、うん、もうこれ以上こういうことを起こしてはいけないということでやったんだけど、はい、それで地位協定があるからアメリカ人はやりたい放題やってるんだと、うん、地位協定を改定せよと、うん、が要求だったんですよ、はい、何も変わってませんね。何も変わってない。日本の政治家はなぜそれを変えようとしないんですか、うん。あのね、アメリカとあの話では、好意的配慮をすると。誰に配慮するんですか。誰に配慮するんですか。日本政府に対してですよ、うん、僕らの人たちに配慮じゃないんですよ、うん、だからあの殺人とかそういうレイプ事件とかっていうのに関しては、重罪だから、うん、で好意的に配慮をするということですよ。そこまでして米軍に対し、うんね、その基地を提供し思いやり予算をつけ、そう、ね、でそしてひどいことがあっても米軍に配慮するというのはなぜなんですか。まあアメリカに思われているということでしょうな、うん、アメリカのもうポチみたいになってるわけよ。なぜ、うん、ああなぜかっていうのは、まあアメリカとその日本との経済的な問題とか含めての利権絡みのものがあるんでしょうな。アメリカと一緒にいたら金が儲かるから、うん、そうだと思うよ。で金が儲かって、うん、そして、自分たちの身が安全であれば、うん、多少の提供はしても構わないと。 そして提供されたのが沖縄だということ。見えないところで押し込めておいて、うん、基地はもうあの迷惑施設だからということで見えないところにやってるわけ。原発もそう。そうですね、でみんな見えないところに追いやってやって、そこで被害があり犠牲が出てくる、うん、それをみんな見ないふりする、うん、あること自体はあるんだけどそれを見せないように、あるいは見ないように、うん、もう目を背けてるんですよ全部。もう恥ずかしい、日本の国民性というかな、もう時代主義的なもんが出てきてますね、うん、で沖縄はそれをもう分かってきたから、うん、だって10万人集会何回やったと思います。そうですね、4回ですよ。10万人って沖縄で10万人って言ったら、うん、その要するに、今140万ですね。ですよね、はい、約まあ8名に1人ぐらいですね。ああそうですね、8人に1人が来たわけですね、うん、すごい数ですよね。もうだから10万と簡単に言うけど、うん、人がこれだけ一箇所に集まるとはどんな大変なことかということですよ、うん、しかしその思いを汲んで、例えばじゃあそれをもっと要するに平場に持ってくる、うん、要するに対等な、例えば日本の司法でちゃんと裁くといったようなことも決めないまま、うん、今日まで来たわけですよね。もう何も変わってない。もう20年ですよね。そう20年そのまま変わらずに来た、うん、でこれを見てみますと、その間にですね、例えばその彼女が小学生の時にひどい扱いを受け、うんね、そしてその強姦事件が起きて多くの人が集まった後に対テロ特措法が あのこの2001年にできるわけですよね。はいはい、それから2003年にはイラク戦争が始まった時には、うん、沖縄への修学旅行が激減するわけですよね。当然ですよ。なぜかといったら、あの機関銃がですね、うん、外に向けられるんですよ。基地の中じゃなくて、沖縄の連中、沖縄の僕らに
機関銃が向いてるわけ。そうか、もうひどいですよ。だからそうか、要するにテロ対策だから基地を守るために、うんうん、住民の方に向いて機関銃は、ね、設置されてるわけで、それでそれを、うん、日本から来た機動隊が守るということをしてるわけ、うん、米軍は機関銃とかそういう 銃持ってるのに、うん、機動隊はピストル一つしか持ってないのにさ、機動隊が基地を守ってるんですよ。だから仰々しくなるから、うん、ああ修学旅行が来なくなるわけですよ。安全がいったら単純に巻き込められるかもしれないと、うん、でも巻き込まれるかもしれないといったところに暮らしてる人たちがいるわけですよね。そうですよ。で ね、 でもそれは修学旅行なんか行きたくないよ。だんなところ、いやでも私はそれで修学旅行の代わりに行ったところがディズニーランドって聞いてて、どんなに頭に来たかわからない。今こそちゃんと見なきゃいけないだろうと思って、うん、結局何かその何て言うんでしょう、その非常時になった時には危ないんだってことはみんな分かってるわけでしょ、うん、そうなんだよ。でもそのままにしても、まあでも自分だけは助かりたいってことはあるんでしょうな。それはもう人間の本性ですよ。それはもう否定しては困ると僕は思う。そうか、うん、と思うけど、なんか急になんかお坊さんになってしまいましたね。そうか、うん、でこれ見たらね、うん、沖縄国際大学にヘリが墜落したんですよ、はい、これなんかもねひどい話ですよ、うん、基地の外ですよ。基地の中は一応安保条約で地位協定で一応管理権はアメリカにあるということになってるわけ、はい、基地の外ですよ外、うん、それをこの事故が起こった時に誰が処置事故処理をしたかということですよ。アメリカ軍ですよ。日本のテープ貼ってましたよね。日本の警察も立ち入りができないわけ。あれでもし中で人が死んでたらどうするつもりだったんですか。もうそのままもう拉致してこう消すんじゃないの。だってもう沖縄の警察が日本の警察が権力が入りきらないんですよ。でもそれは基地の中じゃないじゃないですか。外なのに、だって外なのに日本の警察が入ることができない、うん、できない。だからこの前ね安倍首相は主権回復の日として、うん、4月28日を、去年はね、お祝いしたわけ彼らは、うん、で主権回復の日だってサンフランシスコ講和条約の第1条には、はい、連合国は日本の主権を認めると、うん、なってるわけですよ。主権があるとみんな思ってるわけ、うん、ところが主権なんてないんだ、うん、主権というのは何者にも負けずこれ以上 の、 力を誇示することができない、うん、独自 の、 力ですよ、うん、それ日本持ってると思ってるわけ、うん、ところがそれ以上に主権の上にもっと主権があったわけですよ。アメリカですよ。そうですね、つまり、うん、要するに国防としても主権はないし、うん、自分たちの法的なその、うん、なんて言うんでしょう、国内においても主権がない、うん、ということですよね。 そうですよ。その首相がね昨日とても面白いこと言ったんですよ、うん、ちょっとこれご紹介しましょうね。国際社会での法の支配確立に努力、NHK のウェブニュースからです。安倍総理大臣は東京都内で開かれた世界各国の弁護士会などで作る国際放送協会の年次総会で挨拶し、法と正義の支配する国際社会を守ることが日本の国益であり日本外交の理念だと述べたと。どうしましょう、まあ、言葉はいくらでも言えるからな。まあ薄っぺらだね。薄っぺらです ね、 ね なぜならば、ちょっと厳しい言い方をすれば、ここには誰にでも明らかに殺してもいい命、うんうん、粗末に扱ってもいい命というものが提示されているわけですよね、うん、沖縄というね形で、うん、にもかかわらずそこに法律も効かない、うんね、でその中において何もせずに、ね、なおかつ基地を守ろうとしている、うん、でこれって何十年も基地が必要な国ってありますかね。僕らだからこの北極大で墜落した時に、うん、人が死なない沖縄の人たちが殺されなければ、うん、日本政府動かないのかなと思った、うん、ところが今考えると殺されても動かないと思うね僕、うんうん、私はそこは、うん、もしね、うん、東京で、うん、米軍のヘリコプターが落ちて、うん、
そしたら東京は騒ぐかもしれない騒ぐだろうな、うん、だけども沖縄の人が例えば命が奪われても、うん、おそらく産業で終わるんだろうと思う、うん、それは一体どこから来るんでしょうか ね、 やっぱりこうなんか国というもの、うん、を、守るというかな、はい、維持するためには、うん、あの国民国の住んでる人たち、うん、国民を含めてね、うん、その人たちの幸せを願ったこの政府とか国ということじゃなくて本当そうあるべきだけど、うん、そうじゃなくて国を守るために国のために国民があるような、うん、そういう状態になってるんですよ、うん、だからそこでいる人たちは、うん、使い捨てるさっき言った一部の犠牲が出てもしゃあないと。でそれってまさに沖縄戦じゃないですか。沖縄もそうですよ。そうですね、うん、ちょっと沖縄戦 の、 あのお話をさせていただきたいと思いますが、沖縄戦の時に千原さんは沖縄戦の経験ないですよ。経験はないですよね。ないです、はい、で、これはちょうど敗戦直前に、うん、やらなくてもいい戦争でしたよね。そうです、やらなくてもいい戦争でしたよね。あれはね1944年の2月にあの御前会議が開かれて、はい、そのあの当時の首相まで兼ねたね、あの方がもうフィリピンも陥落してるから、ええ、戦争終わろうという提案をするんですよ、うん、有利な講和をあの導くだけね今が必要だと。ところがそれはあの天皇も反対したわけ。いわゆるあと一戦か上げてからじゃないと有利な講和に持ち込めないと。そうですね。それで戦争をね、うん、継続したわけ。それがね実はそういうことが全部出てるのが沖縄戦新聞ですね。はいはいはい、これはあの本来だったらあの時にこういう新聞を出したかったという戦争のその反省によって、うん、まあ、作られた当時は書けなかったけどもし当時ねこういう新聞を出せてたらという形で、まあ、出された新聞です。その中にはいかにそのあ、まあ、天皇が沖縄を提供し、うん、そして戦後もまた沖縄を米軍に、ね、25年50年いやもうちょっと長くねあの上げてもいいんじゃないかって、ね、うん、それは私の希望ですっていうふうに言ったということをですね。であのそれは沖縄の人たちはみんな知っている、うん、もう大体分かってますね、うん、だけどもそんなこと言ったということを本土の人たちはほとんど知らない、うん、天皇に関してはですね、うん、沖縄からすると戦争責任と戦後責任があるんですよ、うん、戦後責任ですね。戦後責任、はい、戦争責任はさっき言ったようにねもうそれは沖縄であの本土防衛のため の、 あのステージ作戦を展開したと、うん、いうことと止めるチャンスがあったのにも止めなかった、うん、でそれで広島長崎沖縄があったということですよ、うんうん、これは戦争責任として、はい、戦後責任は何かというと戦後ですね、うん、天皇はマッカーサーに11回会見してるんですよ、はい、話をしてるわけ、そうですね、うん、でその中で話をしているのは、天皇のメッセージとして、うん、当時 の、 あの寺崎という天皇 の、 あの側近からですね、はい、マッカーサーの側近であるシーボルトというところに、天皇のメッセージを届けられてるわけ、うん、これが明らかになったんですよ、はい、でそれは何と書いてるかという天皇メッセージは先ほど、ね、うん、新須賀さんが言ったように25年ないし50年間、はい、アメリカが領有する方が、はい、望ましいと、うん、でそれを日本の国民は許すでしょうと、うん、まで付け加えたメッセージが送られてるわけ。でもその日本の国民は許すでしょうといった国民の中に沖縄は入ってないというないですよ絶対、ね、うん、でそれが反映したのが、うん、1952年のサンフランシスコ講和条約の発効ですよ、うん、でそしてサンフランシスコ講和条約の発効と同時に日米安保がスタートするわけですね、うん、ですね。あでその時にだから第3条第1条が日本の主権を連合国は承認すると、うん、第3条が沖縄奄美小笠原を、アメリカの、占有にあのすると 主権を残したまま、信託統治化するということが謳われているわけ、うん、でこの 4.28 というのは日本においては安倍首相は、主権回復の日として言ってるけど、うん、クソくらいと思うわけ。そうですよね、沖縄なんか言ったら屈辱の日として 4.28 は戦いの日ですよと、うん、それをねお祝いするなんて何してんだとこう思うし、うん、でしかも主権もあればいいよ主権もない主権もなくてねないなそれであのこの間の5月15日ですね、うん、
あの時には今度集団的自衛権のプレゼンテーションをやりましたよね。そうですね。あの時私そのプレゼンテーションのボードの中にね、沖縄が入ってなかったので、やっぱりなっていうね、うん、そんなあの それくらいの思いしか見てない。だからあのちょっと沖縄戦のとこを見てみますとですね、なんと一般の人たちのが圧倒的に死んでるわけですよね、うん、殺されてるわけですよね、うん、一億総玉砕、うんうん、でもうガス室のないホロコースト。あー、そうだね。で4名に1人だって、4名に1人、うん、ということはで地上戦ですよね、うん、もう徹底した地上戦をやらされたのが沖縄であったと、うん、そうですね。でそしてそれはもうやらなくてもいい戦争をやって、うん、一旗あげようということで、そして提供され、そして戦後もまた提供された、そして今もまた提供され続けて、そして辺野古に基地を作ろうと、うん、そういうことですね。で、今日はですね、あのもう一方スカイプがつながっておりますので、ちょっとあの呼んでみたいと思います。あの東恩納拓磨さん、この間もうあの当選した時にむっちゃ嬉しくて、名護市市議会議員ですね、はい、はい、名護市議会議員で、うん、それからあとは、彼はジュゴン裁判もやっていて、まあね、ジュゴンがあのジュゴン裁判は確かあのアメリカで最初勝ったという、勝ってるんですよね、うん、だからある意味で言うと沖縄の戦い方というのは、うん、そのアメリカのそのなんて言うんでしょう、良心あるアメリカ、うん、アメリカの国内における民主主義みたいなもの、はいはいはい、それとやっぱり手をつないでいけば社会は変えられるんだということのメッセージだったと思うんですね、うん、はいはい、でそれで、辺野古の状況とかを今ダイレクトにちょっと東恩納拓磨さんに聞いてみたいと思います。はい、あ、出たかな、東恩納さんって言うとなんか私なんかとてもなんかよく知っているので一緒 の, あ雨漏り友達なので何、と申し上げていいか、タグマッチと言った方がいいでしょう。タグマッチ、あ、もしもし、つながってるかな、つながってる、声聞こえますか。あ、何、タグマッチ、あ、なんかむちゃくちゃ肩着の服を着てお久しぶりです。議員みたいな格好になってきたね。議員、そうそう、議員みたいだわ、なんか今日はあの菅原さんお久しぶりです。あ、本当久しぶりですね。辺野古の状況はどうですか。辺野古、うん、まず辺野古の状況はどうですか。いや、今日も監視船が出てもう何十隻とオーラ湾を埋め尽くしていますけど、うん、はい、相変わらず調査が進められようとしていますけど、うん、これからはですね、なんか深いところのボーリング調査を始めるということで、今そのスパッド大船がまだオーラ湾沖縄に来てないみたいで、ちょっと深いところの調査は今止まってるような状況です。あのね、ボーリング調査ですね、タグマッチ、タグマッチって議員さんに向かって言っちゃいけないかもしれないけど、今言った多分ね単語の多くを東京の人たちは分からないと思うんですよ。まずボーリング調査という言葉も分からない。でそれからそのなんていうんですか、一つ一つの単語がおそらく初めて聞く人たちも今日多いと思うんですね。そうだな、スパッド対戦がどんなもんかも分からないですよ ね, ですね。その前に今まで辺野古にはその、まあ、軍艦ですよね、自衛隊の軍艦であるその豊後もね、送られてきたりとかして、はい、それはあくまでもその沖縄の住民に対して向けられているものですよね。そうだと思います、まあ、威圧だということで、やってきたのか、うん、でそして今その、調査を何しろ今しているという名目で工事を進めようとしているわけですね。そうですね、まあ、工事という前にですね、うん、その土砂が入るわけではなくて、その土砂を入れる時のこの海底の地盤がですね、支持力があるかないか、どれぐらい その構造物に耐えられるかどうかの調査のためにボーリング穴を開けてですね、地層、要するに支持力を調査する段階なんですね。で、うん、私たちとしてはこれはまだ工事とは思っていません、はい、要するにこの調査によってその構造物の内容が変わってくるわけです。どういう構造物にするか、はい、でどれだけ の規模になるかっていうのがこれから設計に移されていくわけですから、う
まずこの調査を長引かせるというか止めることができれば、おのずと工事も止まる。だから今工事が進んでるというふうに言っていますけど、私たちは工事だというふうには思っていませんので、これは止められるというふうに思っています。今でももちろんこれからもですけど。あ、そうですね。私のこの、あの、ものの見方がとてもその、あの支配する側の見方で今言ってましたよね今深く反省しました。すいません。それで、あの、いつも抵抗するときにすごく私は面白い戦いしてるなって思うんですね。で、最初は呪言裁判でした。あれを少し、はい、あの、皆さんに説明していただけますか。まあ、あの、呪言裁判という前にですね、やはり日本政府というのはですね、外圧に弱いというのが沖縄県民の共通した認識だと思うんですね、うん、やっぱりそれはなぜかというと、これまでもいろんなことが沖縄で行われてきたんですよ、はい、あの、白穂の埋め立て、はい、あの時もですね、海を埋め立てるという時にですね、うん、あの、地元住民は反対してきたんですけど、ところがですね、その当時、あのエジンバラ港が来てですね、こんな綺麗な海を潰すのはクレイジーだという話をですね、聞いたその時のですね、建設大臣、まあ、石原慎太郎だったんですけど、で、その人が許認可を落とさな、あの、建設の許認可をですね、許さなかった。それで止まった。要するに沖縄県民がいくら叫んでもですね、うん、日本政府とは聞き耳を持たないんですけど、はい、外国から言われるとすぐペコペコしてしまうというのをちょっと利用しようという話なんですよ。あ、でも、まあ、呪言裁判は、はい、ある意味で言うと、その、アメリカの両親とうまくこう本当にタッグを組めたっていう形でしたよね。そうですね。やっぱりそれはこれまでですね、沖縄県民というか沖縄の人たちが本当に世界にネットワークを広げて、アメリカやその他外国の保護団体と結びついてきたことを、もちろん環境保護団体だけではなくて、平和を一緒にやってる、運動している方々と結びついた結果、そしてタグを組んでですね、日本のその保護団体とアメリカの環境保護団体が初めてタグを組んでやった、初めてのこれは裁判だったと思います。それがうまくいってるというふうに思ってます、はい。まあ、よく、あの、日本ではですね、初めての裁判なんかするとですね、前例がないということで大体が門前払いなんですけど、はい、まあ、私たちは、まあ、アメリカでもこれは本当に初めての裁判だったもんですから、それに対して門前払いがされるんじゃないかという心配もあったんですけど、それに対してアメリカの保護団体や弁護士は、前例がないから私たちが一生懸命この問題を取り組んで、そして道を開いていくということをおっしゃったんですよ、うん、やっぱりそこは違うなというふうな認識を持ちました、うん、アメリカ人のその常識というか、そういうものに期待しながら、本当につながっていく、世界につながっていくことによって、日本という政府が沖縄のことを考えてくれるようになればいいのかなというふうに思いましたね、うん。今辺野古は何日目になりますか。あの、テントでおじいとおばあたちが暑い日も雨の日も風の日も座ってますよね。まあ、あの、住民投票があった1997年からセント村ができて、うん、そして2004年でしたかね、はい、あの、防潮調査があった時から、港の前にですね、テントで座ることが始まって、はい、だからあれから何年になりますかね、もう10年以上なっていると思います。3000日以上になりますね。越しますね。そして、あの、カヌーによってみんなが頑張って、その調査を、何でしょう、に向き合っていくというか、まあ、妨害っていう言い方をすると、なんかこう、さ、あの、向こう側のあれになりますか抵抗というか、そうですね、その、まあ、ね、あの、いろんな知恵をは、あの、出し合いながら、その海を、そして基地を作らせないという、そういう抵抗は本当に、あの、言葉にならないほど、なんていうのかな、長く頑張って頑張ってるなっていうしか、ちょっと私は今言いようがないんですが、まあ、そのカヌーもですね、陸に例えれば、まあ、うん、まあ、歩行者と一緒だという話聞いたもんですから、あの、エンジンのついてる船だと結構取り締まりがきついという、まあ、保安庁がですねで、まあ、カヌーの方がいいのかなと。カヌーだとまた、うん、その人も乗れるしというようなことでですね、まあ、カヌーがやっぱり有効になるのかなと。やはりそれは最初すぐそれが生まれたんじゃなくて、2004年の前にですね、2000年から調査が始まった時があったんですよ。その時は何も海から来たもんですから、私たち
その運動してるっていうか反対してる人たちは何も手が出せなかったという、その時は1隻か2隻の船しかなかったんですね、はい、やはりそれに対して今度起こる時にはもうちょっと抵抗できるというか、こう知恵を出さないといけないなという中で、横須賀でヨットでですね抵抗運動してるということを聞いたもんですから、はい、なぜヨットなのと聞いたら、いや風任せなんだっていうんでそしたら風任せだから、ね、あの潮任せでいいかなという思いで2004年から始めたんですよ。でただもうその時もその今回はですねやっぱりあの保安庁というか防衛庁も学習してですね、カヌーが入れないようにあのオイルフェンスと言われているその海の上をですねこの V を浮かべて入れないようにしているということで、まあ、ちょっと前回みたいにですねカヌーでスイスイ行くというわけにはちょっと行かなくなっている状況ですね今は。私はねあの千葉野さん、はい、あの東恩納議員さんと、まあ、タグマッチとですね話をしてるとですねこんな悲惨なことがなんでこんなに楽しく語れるんだろうと思うのねでも長い戦いですからやっぱりこうあのなんて気もこうなんかリラックスしてやっていかないと続かないですよね、うん、そうそれもあるよね、うん、だから意外とねきついなりには、うん、みんなで、ね、明るいんですよ。ねえ。だからたくまさんもそうですね。俺もそうでしょ。そう思う。なんか私なんか絶対なんかあのどちらかというとあの特攻隊になっていくタイプだろうなとかって自分で思うのね。でこれから辺野古の戦いはどうですか。はい、これから先の辺野古の戦いは。やっぱりあの、まあ、まあさっきなんか楽しくやってるというふうに言われて誤解はないようにちょっと言いたいんですけど、やはり沖縄の運動をやってきた先人、ちょっと名前忘れたんですけど、その方がですねやっぱり鈍角じゃなきゃいけないと、鋭角だとすぐ折れてしまう、沖縄の運動っていうのは鈍角で長く続けていくしかないということを先人がですね、沖縄の運動してる先人が語っていたことを僕は思い出してですね、本当にその時だけでですね折れてしまったらもう続かないわけで、それはやっぱり折れたところが負けだと、折れないようにどうして長く続けながら本当の目的を最後まで達成するか、それをすることによってまた他の地方もいろんな問題を受けている地方もですね、うん、一緒になって取り組んでもらえるきっかけにもなると、最初から諦めてしまうということではなくて、とにかく続けていくという、諦めていくということを沖縄の先人が教えてくれてたんだと思います。まあ、それは、ねを元にですね、元に言ったら偉そうですけど、そういう感覚でやっています。決してそのためには楽しくやっていこうと、楽しくって言ったらおかしいんですけど、諦めずに長くあのできることをしていきたいなというふうに思ってやってきました。はい、まあ、これからはですね、まあ、この前先ほどの話が出てる通り知事選挙がありますので、はい、やはりその知事選挙に向けてもですね取り組んでいくことによって、これまでのない本当に知事選挙となると辺野古の基地問題は争点にならなかったんですよね、経済だということで、はい、しかし今回の知事選挙はまさに辺野古が争点になって、その辺野古に決着をつける知事が誕生するかという選挙になると思いますので、はい、どういう形に決着になるかわからないんですけど、やっぱりそれはある意味この辺野古が争点になる知事選挙になるということで、やはりそれは期待してますし、その結果によっては政府も多分戦々恐々と見てるんじゃないかなと思います。はい、私は今年はあのいろんなことがあったけれども、むっちゃ嬉しかったのはあなたが当選したことです。もうすぐねメールが入ってきて、もうねタグマッチ当確って言った時にもうどんなに嬉しくて、一人でお酒を飲んだか分かりません。あなたがそのまま生きててください。前回は同点で、うん、落選したやつを上がったからね。そうもう絶対運がついてるよね。そう今度はもう、バッチリだったから、またあの辺野古の状況も教えていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。また辺野古にあの沖縄帰ったら行きます。ぜひあの沈めた酒を引き上げて一緒に飲みましょう。これね、後で話すからね、ちょっと今秘密だから待っててね。あたま言っちゃダメよ。飲みたいですね。はい、ありがとう。はい、はい、ありがとうございました。ね、あの辺野古の海に何年間も沈めた、うん、あの泡盛を飲みました。そうそうそう、
いや、まだ飲んでないな、僕は。一回あげたんだよね。まあ、むっちゃくちゃ美味しかったですよ。で、これを実は、乗り越えネットではですね、皆さんにいろいろご紹介していこうと今後思いまして。あ、本当。それで、辺野古でですね、みんなで、いかだを作って、それで魚釣りをするためにのその資金という形で、でそのカンパを集めでお酒を、まあ、みんなで、自分たちの買った酒を沈めて飲もうということを考えています。意味がわからないと思いますけれども、後でちゃんと説明しますので少々お待ちください。そうですか。それで、時間もどんどん押してきてしまってるんですけれども、申し訳ありません。で、沖縄の今の状態というのは明らかに国際法的に考えても異常な状況ですよね。こんなに長くね、一つの国 でしかもその主権もない状態の中 でそしてその他の国の基地があり続けるというのは絶対におかしいと思うのね。だけどもそれをノーと言えない、でそのたそれはなぜなのかといったら、その米軍のとの安保条約があり、そして基地協定があると。で、はい、これを維持していかなければいけない理由というのは、先ほど、ごめんなさい、ちょっとこちらの画面に出てないので、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。今これが動かないんです。あ、来た、よいしょ、ごめんなさいね。銃剣とブルドーザー、あ、これもひどかったですね。沖縄戦があって提供されて、そしてその後はね、全く主権のない中で土地を奪われて、はい、で奪われて、そして人々は殺されて、虫けらのように殺されて、それでも日本政府は何も言わず、そして地位協定を維持し、そして今もまた辺野古で基地をそのままなんとか維持 しようと。これ私ね、やっぱり植民地だと思うんですね。まあそうでしょうな、で、アメリカが、まあ、日本国憲法を作った、 GHQ がその案を作ったということはもう歴史的事実ですよ。でもその中であれだけ戦争放棄と言いながら天皇制を維持し、でなおかつその後すぐに日米安保 をやっていくっていうのは、もう何重にも騙し続けているっていう構造ですよね。でこちらのところでちょっと見ていただきたいんですが、どういうような形で物事が進められているのかというと、ここですよね。全てはここで決まってるわけですよね。はいはいはい。日本国憲法を守りましょうじゃないですよね。憲法よりかもひどい日米安保条約があり、でこっちの方が優先され、そして日米地位協定が優先され、でそれよりかももっとひどい、例えば西山事件ですね。核抜きだけども、あれは核はありました。そう、ね、でそれから実際にそのお金も日本政府が払いました。そうで全部密約ですよ、で密約、これが防衛省と外務省と向こうのアメリカの、まあ、担当者の方々によって決められてたことが現実であって、ここはいつも無視されてくる。だから僕は反戦地主で、そう裁判を一回やったんです、はい、米軍用特別署長、はい、でそれで日本国憲法では憲法29条で、はい、財産権はこれを保持すると、ええ、書かれてて、そのためにいっぱい手続きあるんだけど、うん、とそれの上に安保条約があるわけ で最高裁では負けるんです僕ら、でだからその憲法よりもアメリカ の安保条約地位協定が上なんですよね、これはね本当もみんな分かってもらわないと困るなと思う。そうですね、憲法だって憲法はね何条あると思う。憲法103条ありますよ、はい、安保条約何条だと思う。11ですよ、103が11に負けるんですよ。笑っちゃいけないですよね。まあ、そうだ、笑う話じゃないですよね。つまりそういうふうにして基地を維持したい。で私はその、沖縄に基地を維持したいというのは国際的な戦略としてはもう終わったと思ってるんですね。多分ねアメリカをここまで野放しにしたのは日本だと思いますよ、
ね、日本が金もあげ、土地もあげ、命もあげ、何を言ってもはいはいって聞きますと。でそれがあったかゆえにですね、アメリカ調子に乗ったんだと思いますわ。だからフィリピンはちゃんと基地を、ね、お返ししましたよね、はいはいはい、だけども日本は思いやり予算そうと言って、そしていつまでたってもへつらい、そして知らないところで物事を決めていくことが、実はそれがなんか日本のエリートのような、うん、日本の役割。これで私ちょっとね、アメリカの思惑っていろいろ考えてみたんですけど、アメリカってやっぱり日本がずっと二等国であってほしいわけですよね、自分の言うことを聞くね。あ、そうだね。だからベアテ・シルタ・ゴートンがね、うんうん、日本を見てくださいっていうふうに言ったのは、それは多分ね、うん、まさにその通りだと思うんですよ。つまり日本みたいな国をいっぱいあちこち作りたかったんでしょ。植民地ができるものですね、うん、でそして日本にとっての国体、国体、うん、とは、国体とは、うん、守んなきゃいけない国体とは何だろう、何だろう、国体とは一般的に国民体育大会かなと思ったりして、ね、そうですね、俺僕が昨日思いした時 その国民体育大会かなと思ったんだけど、実は国体というのは国民体育大会ではないんだよな。ないですね。で守んなきゃいけないものは何なのか、戦前は天皇でした、うんうん、で戦後は天皇を守ってくれる米軍とセットになった国体ですよね、うん、そうですね。そしてそこからお金をもらっていた岸、つまり安倍のおじいちゃんですね、はいはいはい、そしてそれ自民党の使命というのは、うん、今と関係を守り続ける、うん、運営し続けるということが自民党の使命であり、その使命がある限り、おそらく基地は延々と押し付けられるだろうし、うん、ノーと言えないところに、戦争をしたいときにいつでもできるようなスタンバイが日本の中でもできるんだろうと思うんですね、うん、私は沖縄のヘイト、うんっていうのは国家の保険のついたヘイトだと思ってるんです。つまり今のヘイトスピーチは政府が叩きたい相手を全部叩いている、うんうんうん、そうだ。で韓国、北朝鮮、在日を叩きたければ、はいはい、ね、国が叩けば彼らが叩く、うんね、それから反原発、ね、原発推進に邪魔になるところを、ね、はそしたらまたヘイトが叩く、うんね、それ子供を産めよ増やせよっていうふうにやっていきたい。だから少子化とかそういうところで婚外子の裁判とかいろいろ起きたりとか、ね、事実婚とか言ってるところを、ねうん、彼らが叩く、ねうん、そして沖縄を叩く。これは私はその単に一ちょっとおかしな団体がやっているというふうには思ってないんですね、うん、これはサンドイッチであり国家の今の政権の先兵であり、うん、そして彼らこそが汚い言葉で言えば売国奴、向かう、僕そう思うよ、うん、向かう相手が違っているというふうに思うんですね。彼らはね僕らに売国奴とか非国民とか言うけど、うん、僕からすると、うん、民主主義的な社会をこう守ろうとするものは、うん、売国奴じゃないんです。それを壊そうとした人たちこそ、そうです、ね、売国奴です。そうですね、うんうん、どれだけ多くの人の命が奪われて でその人たちを提供してきた、うん、この官僚、外務官僚、法務官僚、うん、防衛省、うんね、彼らは売国奴ではないのか。そううん、あえて言うならば人間として強いものに媚びておもねって、そしていくらでも、ね、自分の命が助かりたいがために声を上げられない者たちを提供し続ける、この構造はずっと続いていますよね。そうだよ、もうずっとだ、本当。戦前、戦後、そしてもう戦後とは言えないような今の段階になっても、うんうん、なおかつここまでやる。私は日本の政府や日本の官僚がやっぱりどこかで人間として気がつかない限り世界の戦争を止められないと思うんですよ、うん、だって日本はアメリカと一緒に戦争をやってきて、アメリカは日本がいるからこそ戦争ができた、うん、まあそういうこともあるね、うん、また今度はもうまた集団的自衛権でしょ。そうですね、まあもうまともにできるようになってきたもんな。そうですよね、うん、集団的自衛権ってのはもっと公にしてアメリカと一緒に、うん、戦えるということですね、うんうん、それから私は、ね、もう一つここで、申し上げておきたいのは、特定秘密保護法案が12月の10日から施行されます、うんうん、これね、私は国家の敵になったんですよ。つまりこの特定秘密を扱う人と扱わない人、ね、扱えない人、
扱える人たちというのは日本国籍をまず持ってるってことが大前提ですよね。で、私はまあ日本国籍がない。だけども日本国籍を持っててもダメな人たちがいるんです、うん、それは日本国籍を取得した人。あーはーはー、わかります。つまり日本国籍を取得したとしてもダメなんです。で、例えば知花さんが何らかの形で そういう部署にいたとする。でもし私と結婚してたとする、うん、で妻が韓国人だったというと、あなたはその部署からやっぱり外されるわけですね。あ、本当。つまりそういうふうにやっていくと国籍で分けてるわけではない、うん、出自で分けてるんですね。だから特定秘密保護法案の危なさというのは、それを誰が日本人とするか、誰を味方とするかっていった時に国家が決められるわけですね。そしたら今彼らは誰が敵なのかって言ったら、福島は敵ですよね、沖縄も敵ですよね、そう、在日も敵ですよね、私は。で、在日がだから国籍を取得しても、ダメなんだ。ダメなんです、はあ、だからつまり、まあ、そうだろうな。つまりそこがこの、なんていうの、見えない特定秘密保護法案の見えないもう一つの恐ろしさなんですね。これ暴走しますよ、暴走する。で、それが12月の10日に施行される、そうすると私たちが生きていくために、そしてこれ以上人殺しをさせないためには、やっぱりタグマッチじゃないけれどもね、しっかりと今の政治をの首根っこを抑える、特定秘密保護に該当するものは恐らく基地問題、もちろんですよね。それで原発とかそういうものも全部、ね、全部入りますね。それから非常時になってきたら、どこからどこまでがそのなんて言うんでしょう、秘密なんてのは分かんないわけですよ。あ、そうそうそう、ね、で、紛争地帯に行くと、よく一番よく見たのがトヨタの車、次に三菱のパジェロ。やっぱりすごいなと思いますよ。パキュン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 っていう中でですね行くわけですよね。むっちゃすごいとか思ってたのね。そうすると例えば、ね、本当に危機的な状況になっていった時には、車を作るね、その、要するに小さなね、そのネジとかそういったものまでが全部と秘密になっていくわけですよ。どこまでが秘密、民事も軍事も関係ないですからね、そうなってきたらあらゆるものに規制がかけられる、で、あらゆるものから排除することができる、つまり知花さんも私も、まあ、もう私たちはあれですけど、今もしね、こうちゃんと仕事してないわけじゃないけども、ね、人に雇われたとするならば、いつでも首が切られる状態にもなるわけですね。で、国家の敵となってしまった時に、次に残っているのは何なのかといったら、それは死刑台ですよ、私は集団的自衛権と、それから特定秘密保護法案というのは、この国の形を見事に変える。まあそうだろうな、そして自民党は負けたくないから、ある時ひょっとしたら尾長さんに急になんか支持するとかって言うかもしれないねいや、あれですよね、だから負けない、負けてないんだということを言って、多くの形で人々を騙そうとして、今度のあれで知事選で、基地反対してる尾長さんが勝ったとしたら、それをじゃあすぐ辺野古の基地を中断するかといったらしないですよ、あいつら、いろんな方法を使って基地を維持しようとするし、強行しようとするし、それとだから尾長さん勝ったとしてもね、民意としてもう基地はいらないということを表現してもそこに入り込んでくる。だから知事が勝てばいいというわけじゃなくて、勝ってからまた大きな運動戦いが必要なんですよ、沖縄は。もうずっとずっと、まあ、戦い続けるというか、そういうことでしか自分たちのアイデンティティは守れない、私は例えば選挙で勝った負けたっていう声が出た時に、沖縄もうちょっと頑張れよとかっていうふうに言っているその本土の人たちを見るとムカつくんですね、そして例えば中今さんのこととか、コロコロそのなんていうのかな、その変わる人たちに対してムカつくけれども、その人を批判する本土の人たちに対してまたムカつくわけですよ、まあまあそうですよ。つまりそういうふうにせざるを得ないような状況に落とし込んでいるということを、多くの人たちは知らないといけないと思うんですね。私はそう思う、辺野古のそのフェンスに、勝利することは諦めないことだとこう書いてあるわけ、
どこが書いてあるかといったら、本土の労働組合が書いて貼ってるわけですよ。あれ見るとね、クソと思うのにな。お前らが、お前らが曲げ続けてきた結果として今だろうって。うん、どうも。そうだよね。すいません、私お前らなんて言ってしまう。なんか今日のなんかあれですよね。なんか お前らなんて言ってしまうと、私もあの在特会のなんかあの人と一緒になって、なんかここは橋本との対話かみたいな形になりますよね。失礼しました。あの、ちょっと時間が過ぎてしまいました。あの最後に、うん、あの、この乗り越えテレビ、それから今日から YouTube を見ている方々に、メッセージを一ついただければと思います。で僕はこういうあの、まあ、本音で物が言えるテレビがあるということもわからなかった、うんうん、乗り越えネットはもちろん僕も入ってるし、本もちょっと、まあ、ちょっと書いたし、そういった面でそれをあの、ヘイトを乗り越えるようなあの世論もね、もうやっぱりあの大変だけど、まあ、作られてきてるし、うん、いいと思ったけど、こういうまともに日本 の, あの中でですね、あの報道の中でこう物が言えるというのは初めて見ましたね、はあ、やっぱりそれをこれまで、大きなマスコミみんなやられてさ、物も言えない状態になっていて、で知らなければいいという形でみんな過ごしてきたものが、いろいろこういう堅物のそのなんていうんですかね、報道をされるということはね、みんなも考えていくその経験になると思う。で今日非常にあそこまで新さんたち、あるいはあのヘイトス、あ乗り越えネットやってくれたんだなと思ってね、嬉しく思いますよ、はあ、とんでもない、ありがとうございます。沖縄の戦いからあのやっぱり学んでいかなければいけないと私は思います。でそして自分も含めて、私が外国籍だから責任がないということではないんですね。私たちはあの知ったものに対してそれを放置しているということの罪があなたにも私にもある。でそれを一緒にどういうふうに乗り越えていくのかということも私はやっぱ大きな課題だと思ってます。で乗り越えネットテレビは、今日はあの沖縄特集という、まあ、特集ではないんですけども、沖縄のことをやりたいと思いまして、ありがとうございます、はい、あの今日は知花さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。言いたらない面もあったけど、でもいい時間でした、うん、ありがとうございます。すいません、私の方がいっぱい喋っちゃって失礼いたしました。この後、乗り越えネットでは、またもう一つドキュメンタリーをご覧いただきたいと思います。これは、靖国の檻というドキュメンタリー60分ぐらいです。で、私はあの乗り越えネットのヘイトスピーチと向き合うということは、これはただ単に今デモしている人たちと向き合うだけではなく、今この社会が向かっている、この政権が向かっている、その方向に対して向き合うことが私は乗り越えネットには必要だと思うし、そしてそういうことを報道していかなければいけないと思っています。ぜひ、この後のドキュメンタリーもご覧ください。では私も、知花さんもここでさよならです。またありがとうございました。どうもありがとうございました。